ついにね、いやー、ついにゲットできた、あの、ポケプラクイック、この簡単に作れる接着剤も道具も何もいらないっていうね、こう簡単に作れるこのプラモシリーズでさ、ミミッキュがあるという情報をゲットしてからずっと探してたんだけどさ、クイックミミッキュ、ポケモンプラモコレクション、簡単シンプルな組み立てキットということで、8番のね、ミミッキュ、ついにゲットできたので、早速、あの、組み立てていきましょう。あの、横にね、ちょっとね、書いてあるんだけど、ランデンからプチッと、パートね、あの、ニッパーとかもいらないんだよね。簡単にランナーから取れるから、あとパチッと組み立てて、もう、秒で完成みたいな。めっちゃ簡単に作れるっつうプラモデルで。ずっとミミッキュ欲しかったんだよね、ミミッキュ。やっとゲットできたわ。簡単に作れる、ポケモンプラモシリーズのね、このミミッキュがさ、あとは、ギャラドス。とかも欲しいんだよね。ギャラドスとか。あの、ゲンガーもあるんだって、ゲンガー。ゲンガーも絶対ゲット、おー。中身がこうなってるよ。すげえ、あっちにもあるね。ミミッキュだ！もうこの時点でミミッキュだね。で、あれ、説明紙入ってまったこのシリーズ。箱に書いてあったっけ？お、あれ待って、箱だったっけな？箱、あ、あれ紙あったよね、説明書ね。箱になったのかな、これ。で、箱にこう説明が書いてあるので、これを見ながら、組み立てていきますと。で、ランナーね、これランナー。ランナーをまずね、あの袋から出して、もうパーツがね、簡単に取れ、あとシールもあったからね、ちょっとシールなくさないようにね。うわぁ、もう完全にミミッキュだ。もうこの時点で、ミミッキュ。うわぁ、ね、ここだけで嬉しくない？これね、これ簡単にね。まあ、たまに汚く取れちゃうこともあるんだけど、まあ、そういう時はね、ちょっとあの自分で修正して。いやぁ、すげぇ。基本的にはもう何も道具いらずで作れてしまうというね、接着剤もニッパーもこう簡単に取れるからね、パーツね。ほら。簡単にパキパキ、パキパキってこう取れてしまうというね。いやー、すごいよね、これね。簡単に作れて、しかもクオリティが、まあ今完成図みんなで見るけどさ、もうクオリティがすごいんだわ。自分でミミッキュ作れるっていうのも楽しいし、デッキもね、最高にいいんだわ、このシリーズね。シールもね、後で貼るので大事にこうなくさないようにシールね。で、下のこのパーツ、このミミッキュの尻尾の部分だね。下半身のパーツ。まあ、下半身っていうかもう下のね、パーツだよね。で、これを取りまして、これで全部ね、パーツも揃ったので、これもこんだけ。こんだけでもうミミッキュができてしまうというね。おー。すいません、でも形がもうミミッキュ、ここがもうミミッキュだからさ、もう一発で何のポケモンか分かるよ。で、これね、もうね、画面からこう合わせるね。今、こうね、スケスケだけれども、こういう風に、後ろからパーツをつけることによって、おー、ミミッキュが、ちょっと待って。ちょっと待って、合ってるか。パチッとね、はめて。おー、立体的だね。立体的。シールは、まあもう貼っちゃっていい。いいのか、まあ、アトリが完成してから貼った方がいいかな。このパーツのね、この、まあ、ミミッキュの目っていうか、あの、覗いてるところ。目らしきね。目らしき怪しい光がピカッと、おー。いいね、できたね。これだけでも体がほぼ完成だよね。ほら、もう 95% くらいできたね、これ。ミミッキュだ。うわ、すごいね。もうこれでミミッキュだぜ、もう、この時点で。めっちゃええじゃん。あとこのね、耳の部分に、この2つのパーツを合わせて、パチッとね。これも別パーツになってるから、最初にこの2つをね、合わせて、こうね、合わせます。で、耳につけると、あ、こっちか。こっちにつけたら、こういう風にね。おー、できたー。かわいい。なんかカスタードクリームみたいな色してて、うまそう。ミミッキーなんかいい色してるよな。カスタードクリーミーな感じの色。で、こっち側もつけてと。これはあの、間違えないようにさ、あの、時と、ね、あの、凹みになってるから分かりやすいね。こっちはあの、凹みのところだからこうつけます。こっち側につけるということで。間違いようがないもんね。こっちはさ、あの、パカってこう、外すとこういう風に出てるとこなんだけど、カチッとね、つけるだけだから。で、こっちは凹んでてね、刺すっていう。よしよし、できた。で、ここでもシールを貼るのか。シールね、このシール。さっき見たこのシールを貼ると、全然違うね、やっぱね。シール貼るとね。完全にミミッキュだ。ほんとミミッキュ。完全にミミッキュ。すげえ。シール貼るとこんな感じで。完成。いや、かわいいね。さすがこのシリーズだわ。すげえ氷よね。完成品。まだ完成しないけどさ、まあ、ほぼできてるから、すごいでしょ、これ。ポケプラクイック。簡単に作れて、こんなにクオリティ高いミミッキュをね、こう手に入れることができるつ。やっぱ自分で組み立てるっていうのはやっぱ熱いけど、あ、これちょっと取り方ミスっちゃったな。こうね。取ってと。そして次に、下のね、このパーツ。このパーツをもうね、こう合体。下のね、パーツ。ミミッキュの重要なね、下半身って言っていいべきか。まあ、ここ二つ。この二つのパーツをこういう風に合わせますと。ガチャンとね。
あ、待って待って、ずれたな。はめ込みまして、こういう風にね。はめて、次にこのパーツを、ちょ、向き、ちょっとね、ここに、つけるところがあるから、そこに合わせて、こういう風につけると。カチャッとつけて、よし。で、さっき作った尻尾をここに、はめ込んでと。おー、ボールジョイントになってんだね。尻尾が稼働できるやつ。グリーン、グリーン、グリーンって稼働。ちょっとここ後でちょっとね、修正した方がいいかもしれん。で、あとは耳っきを、こう形に合わ、鍵穴っぱ、ドクロっぽいね、形に合わせて、完成と。おー、めっちゃやだ。5分かかってないかな。まあ、動画撮りながらだからさ、まあ、5、6分かかってるけど、撮らないで やったらもう本当に秒だよ、秒。めっちゃ簡単に作れる。すごいね。これであのミミッキュが簡単に手に入るっつね。プラモデルのミミッキュ。すごくないこのシリーズ。いや、ギャラドスとかゲンガーも楽しみだな。欲しいやつたくさんあるんだけどさ。まあ、その中でミミッキュはすごい欲しかったんだけど、やっとね、ゲットできたから、やっと組み立てることができた。ありがとうございます。完成図はこんな感じね。大きさもこんな感じで。かなり大きい。下にね、置いてみるとこんな感じで、かなりサイズあるよね。大きいよね。ちっちゃいガチャのミミッキーとかたくさん持ってるんだけど、食玩の。それに比べると、めちゃめちゃ大きい感じで。めっちゃでかい。ミミッキーのね、あのフィギュアっつうかプラモデル。ついにね、ゲット降臨で。やったぜ、ありがとうございます。みんなもぜひ、このシリーズ、ポケプラ。今ね、ナンバー、何本まで出てるかわかんないけど、かなりたくさん出てるから、ぜひ自分の好きなポケモン見つけて。作ってみてすごく面白いよ。ポケプラクイッククイックミミッキュということで、今回はねクイックミミッキュの組み立て動画でした。最高のねポケモンプラモデルだから、このシリーズまたギャラドスゲンガーで狙ってゲットしてくるわ。いや、すごいね。尻尾が動くて、もう尻尾から、ね、ボールジョイントでグイングイン動く仕様になってて、そこも良かったよね。いやー、ミミッキュやっとゲットできたよ。このシリーズ集めてんだよね、これ。ポケプラクイックシリーズで、ミミッキュすげえ欲しかったから、マジで嬉しいわ。すげえいい感じ。これプラモデルってパッと見わかんねえわ。まあ、持ったらさすがにわかるけどね。持って触ったら、あ、プラモデルだなっていうのは、ちょっとつなぎ目とかもね、わかるけど、パッと見わかんない。置いてあるだけじゃね、でかいミミキのフィギュアだと思うわ。シールもわかんないよね。貼ってるみたいな、こうね、シール感ないから。おー、いや、めっちゃいいか。これもう一個買おうかな、ミミッキュ。ミミッキュもう一個欲しくなってきたな。